続いてはスペシャルクロスです。月曜日はアスキー編集部とコラボしてお送りする週刊アスモノのコーナーです。今回は幕張メッセに27万人以上集めたあのイベントを矢崎さんと榎本さんが取材しました。過去最高の来場者数となった2人がやってきたその場所は東京ゲームショーにやってきました。もう20年目になるんですね。すごいですね。ここ近年はまあやはり VR とかね、そうですね、あの 4K だったりとか、ものすごいこうリッチな表現のゲーム、新しい体験のものがあるので、外国の人もね取材にいらっしゃってますよね。すごい人なんで、ここが最先端。VR 元年と言われている今年は VR 関連のブースも豊富。VR ゲーム専用のコントローラーを使って、シューティングゲーム好きにはたまらないゲームも盛りだくさんでした。2人が体験したゲームは人気のバイオハザード。 VR で挑戦しましたが、これ酔わないよね。怖いけど、なんかゆっくり進んでいく感じで、これまで経験した VR とはちょっと違う楽しみ方でしたね。一方こんなゲームも。皆さんご存知、ぷよぷよも進化しました。一体どんなゲームなんでしょうか。3D のキャラクターモデルになって、自由にこう操作して冒険できるという RPG タイプのゲームになってます。これ敵が出てきて、その消した数によって敵にダメージを与えるみたいな形で、ちょっと変わった遊びになってます。はい、この後アートとゲームが融合した矢崎さんおすすめの新しいゲームも登場。リミッツって何？矢崎さんが今回最も注目しているイベント、日本初のデジタルアートバトルリミッツ。2つのお題から連想するイラストやアニメーションを制限時間20分で描くというアートのバトル。直接的な表現は評価が低くなっちゃうんですよ。じゃあテーマからインスピレーションを得て自分でアレンジして描かなきゃいけなくて、どういう順番で描いていくかっていうワクワク感をみんなに与えながら、最終的に素晴らしい絵を描く。やっぱりパフォーマーですよね、完全にね。テーマはゲームショーにかけて20周年と勇者。さて両者ともにどんな絵が出来上がるんでしょうか。4、3、2、1、それまで。まさに魔法の筆さばき。決勝戦ですよ、本当にこれ。優勝したのは、ジェミーさん。会場のお客さんの投票により優勝したのは、成人式の勇者を描いた JB スタイルさん。優勝した JB スタイルさんにお話を伺いました。デジタルアート界のスピードスター。迷わず全部描いていきますよ。手数で勝負するしかないので、自分の中ではどういう風なんだろう、全体像はっていう、それを全部裏切りたいんですよ、ギリギリまで。リミッツの今後については、今もイラストレーター以外の方が参加していただくには全くルール上問題ないんですけれども、例えばカメラマン同士の対決だったりとか、キャリアが何年以上の人、まあそういった例えば年齢の縛りだったり、性別、男性、女性で、国ごとのリーグ戦みたいなことを、今は考えています。なんかゲームショーって言っても、いろいろこうエンターテインメントのこと全てのショーにこう変わりつつある。確かに、そうですね。 VR あり、バトルあり、なんかこれからの展開が楽しみですね。はい、という20周年を迎えたゲームショーなんですが、去年の出展者数は480社で、今年は614社、130社も増えているということで、ますますこう、ね、展開が、ね、楽しみですよね。やっぱりあの参入しやすくはなってるんでしょうね、いろいろオープンソースだったりとか、コストが下がってきたりとか。そうですね、だからもう本当にスマホを持ってる人がこれだけいるので、もう本当にもう一気にこういろんなことが展開しても、あとソーシャルネットワークもあるので、拡散するのも早いですし、だからいい情報はあっという間に広がるし、悪い情報もあっという間に広がるんですね。どうですか、プレイステーション VR 発売ですけど、はいはい、あれは市場を一気に獲得することになる。いや、これはね、結構きますよ、やっぱり。まず僕の中の体験ではね、まず2つあって、1つ目はあの外出旅行行かなくて済みますね、多分。あ、はい、本当は
ワールド系のゲームだったら絶対もう本当に電車乗るよりもこっちで十分だみたいな、あと気分転換にもなる、はいはい、あともう一つは VR 盗難保険は絶対流行ると思うんですね。なんで？要するにこれをやってる間に物を取られる可能性は、これは今からやった方がいいですね。準備してるんでしょ、ビジネス。絶対盗難保険必要ですね、はい、以上週刊明日物でした。